さん、ギフトありがとうございます。カッコツセセリからいただいてます。ありがとうございます。昨日配信しようとしたんですよ、夜帰ってきてから。昨日はすっごく疲れたので、炎天下の中ずっといろいろやってたから。で、昨日はすっごいぐっすり寝てしまったので、だから今日寝すぎたわけじゃないのよ、多分寝すぎて顔がちょっとむくんでるので、ちょっとパックしながら。昨日暑かったですよね。みんなから焼け、あんまり焼けすぎないようにみたいなのをお声をたくさんいただくんですけど、昨日は申し訳ありません、焼いちゃいました。ちゃんとケアしてから寝ようかなと思ったんですけど、ケアしなきゃって思ってたら寝てた。さあ、お仕事真っ最中ですって方、今日も暑いですよ。ちょっと女の子はパックをねして、昼間に炎天下の中にいると夜はがっつり寝れますよね。ほんとそう。これ目、ちょっと目が小さいパックだな、これ。私の顔がでかい、なんか口まがこうなっちゃうのすごい嫌だから、ちょっとやぶく顔なしみたい。目もやぶこ、なんか窮屈。すっごいいい。仙石みなみからもらったパックをしています、今こちら。さあ、ギフトありがとうございます。ハピニーさん、みんなは今 お仕事真っ只中ですよね。まあ、この時間ってそうだよね、絶対。ちゃんとケアしなきゃ。ちょっと今日もこの後出かけちゃうんですけども、お外に行くんだけど、今日はさすがに自転車乗ったら焼けるなって思うぐらいの天気なんですよ、都内。40度ぐらいあるんじゃないかなと思うところぐらい。今日はおとなしく電車に乗るんです。決めてるの。今日はちょっとクリーニングの方。道路の照り返しがさらに暑いよね、だって。そう、照り返しが結構暑いですよね。大変。ちょっとパックしたら顔が痒くなってきたの、なんだろう。アレルギーかな、目元が。ウレタンじゃなくて、付箋マスクしてください。付箋布？そう、なんかウレタンマスクっていうピタッとマスクみたいなのがあるじゃないですか。だからそれがピタッとしてすごい爆売れしてたんですけど、それじゃあ効かないみたいな話で、普通の何？日本政府みたいに配られたやつ、給食当番みたいなマスクが、いいってことなんだよね。私もずっとウレタンをずっと使ってるんですけども、まあ今日明日ぐらいからちょっと大量に買ってきてって言ったらまたあれだけど、ちょっとある程度買ってきて箱で、それ使おうかなと思ってます。ちょっと東京が5000人超えてしまったので、電車乗るのも歩くのも怖いので。ギフトありがとうございます、アンさん。不織布マスクっていうのがいいのか、不織布。そう、そう、不織布マスクね。痛みをたくさん取ってから、はい、ちゃんとメイクしてから行こうかなと思ってる。
これはひどいパックですねって。男の人ってさ、パックするの？男の人ってパック、パックって多分使ってる人の割合、女の子が多いよね。まあ、しない方の方が多いのか。するわけないじゃん、だって。あ、持ったこともない。ああ、パックしなきゃーって。パックはしないが、散髪の時の蒸しタオルは気持ちいいです。ああ、上に乗るときね、乗せるやつね。あ、塗るパックは、まあ、美容院のときしてるってこと。塗るパックなんてあるの、すごい。マットはしてるらしいだね、マットさんね。はいはい。で、美容系の男の人はやるのか。多分女の子ではしたことないって人っていないと思う。米食べたことないっていう人に近いぐらい、女の子でパックしたことないってあんまりいないと思うんだよな。今日はすっごい暑いので皆さんも気をつけてください。なんか最近このショールームでも、スイカがあんま好きくはないって言ったんですよ。ほんと2、3日前ぐらいの配信で、夏の食べ物、果物で何が好きかみたいな話になった時に、スイカ好きじゃないからあんまり食べないって言ってたんですけど、この間そのこれを買いに行くときにね、スーパーにね、なんか、パックで売ってる、もう剥いてありますみたいなやつの、パックで売ってるフルーツセットみたいなのがあったんですよ。パイナップル、ブドウ、キウイフルーツ、リンゴ、で、スイカ、5つ入った、果物セット、もう剥いてあるやつね。その時に食べたキンキンのスイカがめちゃくちゃ美味しくて、なんだろう、ちょっとその時夏バテ気味だったというか、すごい、気だるさを感じてた時だったんで、その時に食べるさ、スイカがめちゃくちゃ美味しかった。だからなんか、ここ最近、ほんと、スイカが好きになった気がする。バカにしてたわ、今までスイカの存在。夏のリンゴは高いよ、だって。あ、グリーンだからって飲み物はもう、スイカの味するらしい。食わず嫌いだったのかもしれない。でも、キンキンに冷えたスイカじゃないと多分食べないと思います。ぬるま湯のスイカは食べないの。取ってきましたな、みたいなスイカは食べないかも。でもちょっとスイカの見る目がここ数日で変わった。すっごい美味しかった。やっぱ疲れた時とか食欲ない時って、果物って最高の食べ物だよね。あ、ミネラル不足だったのかね、だってなのかな。ミネラルいっぱい取ろう。もう飲めた？あ、これあれに似てるね。あのさ、ド発展、あれ誰だっけな、こういうさ、髪型の人いない？あのさ、ツンツンでさ、ド発展かな？ド発展さんってあのアーティストさんいますよね。のあの、あ、誰だっけ、こういう髪型の芸能人いますよね。あのうわ、うわ、誰だっけ、わかる？あの、ピンクってかさ、ピンク色でさ、
あ、全然思い出せない。すごいモヤモヤする。ちょっと誰か答えください。ある。誰だっけ？ドハツ？なんかパッと。あ、牛蔵さんか。ドハツって言うんですよね。合ってるかな？なんかで見たんだよな。あれ？なんかさ、こういうさ、派手な、派手なド発展の牛蔵さんかな。こういうピンクのね、髪の毛。きれい。あ、すっきり。ちょっと待ってね。ちょっとだけメイクだけさせてください。今日はだからすっごい顔がたくさん寝たからかわかんないけど、一回5時に起きたんですよ。昨日、10時過ぎには寝てて。多分もっと前に寝てたのかな？わかんないけど。10時過ぎには寝て、5時に起きたの。一回ね。暑くて。でも、あんま眠くなかったから、5時ぐらいから配信しようかなと思ったんですけど、さすがにみんな、起きてないかなと思ったんで、いいやーと思いながら、ベッドですやすやしてたらまた寝ました。で、さっき起きた。すっごいむくんでる。うつ伏せに寝るとむくみとか、あ、うつ伏せに寝るとむくむらしいよ。私結構すっごい疲れた日とかに、次の日は必ずむくむ。あと、寝すぎた時とかね。え、卓球女子は見てないよね。見てないです。一切オリンピック見てなくて。あ、そうだ。ネットフリックスかアマゾンプライム入ってるんですけど、アマゾンプライムで、すごい怖い日本の映画。なんだっけな、谷底からのなんとかみたいな。待って、ちょ、今探すわ。ホラー映画、日本のホラー映画で、谷底村みたいな、なんだっけな。わかるわ、ホラー映画。誰か、ハロプロクロのメンバーも出てた気がするな、一人、女優で。ハイグライってやつ。いや、違う。なんとか村みたいな。なんか、なんだっけ。八百八村みたいな。なんだっけな。それかも。タヌブチャさん。犬になるに村？検索した方がいいか。犬なに？いや、樹海村？いや、なんかね、そういう村系だったんだよね。あ、あったあった。これ。犬に、なるに、村？これ見た人いません？犬に、犬鳴き村？犬鳴き村も見たことある人いる？言うとさ、脇見たいってこれ日本人だよね。あ、
見た、今ね、アマゾンプライムで入ったんだよ、それ。犬鳴き村が。で、やっぱさ、一人で暮らしてるとさ、夜さ、怖くて見れないじゃないですか。でもさ、こんだけさ、今さ、日中さ、カーテンガーって開けてさ、すごい、室内もすっごいいい空気の中見たら怖くないかなと思うんですけど、5段階で言うと、犬鳴き村ってどのぐらいの怖さですか？だから一回見たことある人に聞きたいのよ。で、この明るい時間に見たい。なんかすごい見たいなって思ってた映画なんで、これ。あ、5段階のうち見たことある人の中では3ぐらいだって。へえ。超気になる。ん、あんまり怖くないよって話もあるね。見よっかな。ちょっとこの、ちょっと再生するね。やっぱホラー映画って一人で見るもんじゃないもんね。始まった。Everybody put your hands high. Everybody put your sky. まあ怖そう。あんまり怖くないらしいよ。日本のホラー映画って。怖いよね、なんか。怖っ。やっぱり昼間に見るホラー映画も怖いわ。出だしから結構すぐ出てきそうな感じ。あ、これ怖いやつだ。ちょっと私無理かもしれない。ちょっと友達と見るやつだね、これね。日本のホラーってメンタルに良くないよ。あ、メンタルに来るよねって。そうだよね、なんか。ちょっと苦手かも、ホラー映画、やっぱり。カマキリ御殿さん、初見の方です。ありがとうございます。心臓に悪いね。ちょっといいや、ホラー映画やっぱ見るやめます。ちょっと怖いので。もう勝手な持論ですけど、男の人ってさ、中には全然平気っていう人もいると思うけど、男の人って痛いのとか怖いの嫌いすぎません？そんなイメージ。特に痛いのとかさ、ほら、男は基本怖がりですよって。多いよね。怖がりのイメージすっごいある。痛がりとか。痛いの見ると自分も痛くなる。すごい純粋すぎる、それ。かわいい。ビビりまくりが多いんだって。おっさんになるとなおさら。あー、なんか若気の至りで、多分今このショールーム見てる人の20代とかさ、10代の時ってさ、絶対廃墟に行ったことある人多いでしょ。若い時。絶対廃墟に行ったことある人多いと思う。男の人。怖がりだけ、怖がり強がり。
探索はしたことある。そうだよね。廃墟行きましたけど、大きな声では言えません。怖いよね。やだ。その今まで人生の中で廃墟が行ったことないんですよ、そういうやつは。怖いから。でもやっぱりその、このお仕事してると地方に泊まるとかさ、なんかホテルに泊まることが、どちらかというと多い仕事柄だからさ、で、そういう話とかも、その、グループの中で、一人は見える子いるとかさ、で、そういう怖い話とかで盛り上がるメンバーとかもやっぱりいるわけですよ。女の子だと。やっぱホテル泊まるときとか、絶対調べます。ホテル、スペース、幽霊。まあ今までないんですけど、そんなに、ホテルの名前で検索するといろいろな情報が。富士急のホラー館無理です。ホラーの館？富士急のお化け屋敷ですよね。あんのよ。あれ、これ言ったことあるかな？学生の頃、小学校かな？の卒業旅行かなんかで、富士急ハイランドに行ったのかな？あ、違う。あれ、富士急の時かな？あれ、大仏とか近い、源頼朝のお墓があるとこってどこでしたっけ？富士急？あれ。なんか、何回かある。うわ、すごい思い出した、それ。戦慄迷宮ね。富士急のやつ。富士急の目の前の、この戦慄迷宮のとこで、建物が入るように写真撮ったんですよ。みんなで。卒業旅行かなんかで。の時に、その、戦慄迷宮の屋上が一番上のところに、なんか女の人が立ってる、写ってるっていう写真とかあったりとか、それこそ鎌倉かな？その大仏で、源頼朝のお墓で誰かが多分写真を撮ったんでしょうね。で、そういう写真撮ったやつってさ、なんか、学校中にか飾られるじゃないけど、その、卒業旅行写真みたいなの。の時に源頼朝のお墓撮った子が、なんか骸骨みたいなのが浮かび上がって、できたみたいなので騒いでたのはありますね。ぐらいかな。怖っ。怖い。だから。あ、首塚か、あれ。そうかも。うん、鎌倉の時そう。で、その時に初めて、大仏のところで出店で、銀杏が落ちてたじゃない。銀杏、焼き銀杏が販売されてたんですよ。で、そこで生まれて初めて、その焼き銀杏を興味本位で食べて、衝撃を受けて、そっから、銀杏が苦手になりました。そう、小学校だ、小6の時だ。今では好きですけどね。首塚怖い。世間がデジタルカメラになってから心霊写真や UFO の写真が減ったのは何でやらろうやな。なんか減ったのか。怖いよね。
怖っ。こんな真っ昼間にこんな話してるのにすっごい怖くなってきた。もうホラー映画見ながら配信しなくてよかった。大手町の平将門の首塚ね、結構噂がありますよね。いろんな噂が。富士急のホラーは行ってないんだね。入りました、富士急のホラーは。ちゃんと最後まで完走できて。入ると。怖いよね。怖くなってきた。さあ、ギフト、ソピラさん、ありがとうございます。そう、メイクしなきゃ言うても。さあ、来たる日曜日です。8月8日。パイパイデカミさんの、イベント、パイパイの日に、出演させていただきます。私、一時台の出演になります。配信でも見れますので、ぜひチェックしてください。はい。新曲、2人の新曲の初披露もありますので。8月8日、パイパイの日。はい、そちら、ぜひ、見てください。振り、覚えないとな。あ、配信で見ます。なんか、すごい難しい振りかって言われると、そうでもないんですけど、その振りを入れるっていうのが、しばらくなかったので。誰かと振りを合わせるとかっていうのがしばらくなかったので、なんかすごい覚えられないの、気のせいかな、私だけ？だから今から練習しないと、家出る前に。楽しみにしててください。台風が3つも来るが、8日は1個は来ているのか。そっか、台風もあるんだ。台風の状況って今どんな感じなんですか？なんか温帯低気圧みたいなのもあって、それがまた台風になるみたいなのは今日お姉さんに言ってたけど、列島に乗っかるのかな。週末から、雨模様だっていうのは分かってます。結構ひどいのかな。どうなんだろう。8月8日。来そうっちゃ来そうだけど。朝の天気は何チャンネル見る？何ちゃんが好きとかあんまりわかんないけど、よく茨城の時つけてたのは4ちゃんか8ちゃんは結構聞かわけは多かったです、昔は。あ、3つ台風ができて、あと1個もできそうらしい、だって。台風10号は8日にアタックしてそう。結構列島に乗るってことか、じゃあ。週末がすごく天気悪くなりそうなので。気をつけてください。飛ばされないようにね。あ、そうだ、私。れ、飛ばされちゃうよ。ちょっと。私の見て。これ、ずっと
プールなんだけどさ。なんでプールのあるのって思うじゃん。あんのよ。ずっと外に、ベランダに置いてあったから、台風来たら飛ばされちゃうと思って、ちょっと、今しまおう。対象年齢3歳以上なんで、全然問題はないんですけど、サイズが 65×65×25 センチなんで、私はあんまり入れません。入って足湯かなっていう感じ。あ、水遊びまだ入れ、してないの？入れてもない。赤ちゃん用だなって。なぜって思うじゃん。大丈夫、私も思ってる。でも、いかに、最近そのベランダで、ベランピングしてたりとか、いかにベランダで楽しいことをできるかっていうのを考えたときに、これでワンチャンプールもありだなって思ったんですけど、水遊び、一人だと悲しいからね、なんか友達来た時用にとか、あと何らかしらで浸かるじゃないですか。これ何に浸かると思う？逆に。あ、そう、犬とかね、洗うときをね、実家の花ちゃんがこっちに来てたときに、水遊び用とかも考えていいかなと思ったんですけど、そう、小さすぎんのよ。でも全然お尻が入れる大きさだし、65×65 なんで。あと、金魚すくいとかさ、金魚じゃなくても、なんか、エアコンの、フィルターを置き続けするよ。あ、手洗い洗濯いいかもね。つけ置き洗い。おけがないんですよ。しかもこれトーマスっていうのがちょっとね。なんかもっと違うのやればよかったけど。あ、つけ置き洗いいいかも。犬洗ったりとか。あと何がいいんだろう。何に使えると思う？でも今年の夏はこれずっといつでもなんかに使えるように出しとこうかなとは思ってるんですけど。つけ置き洗いいいね。つけ置き洗いしようかな、これで。マスクとかね。そう、桶がないから、マスクも、最近は洗濯機で一気にバーってやってるんですけど、それまでは、手洗いしてたんですよ。ずーっと一個一個ゴシ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 しながら。そしたらすぐ伸びちゃって、困ってたの。水入れてるだけでも少しは涼しくなりそう。桶がね、うちにないから、桶が。だから今これが私の桶代わり。あ、いいじゃん。バーベキューとかで、氷入れて飲み物を入れて冷やすというのもある。わ、すごく素敵。あ、氷たくさん入れてビール冷やす。いいですね。夏っぽい。桶とかだったらさ、なんか、実家とか行くとみんなでお盆とか集まるじゃないですか。そういう時って、この桶とかに氷入れて、そういった形でビール冷やしたりする家庭もあったみたいなんですけど、オケってさ、洗うのじゃない、しまうのかさばるじゃないですか。だからすごいこういうビニールのプールの方がすごい活用的だと思う。あ、飲み物冷やすのいいかもしれない。最近買ったものね、私の。プール。ミニプール。うん、つけ置きします、ちゃんと。これで。なんかずーっと、買ったはいいもの何に使おうかって悩んでたんですけど、いい方法が見つかったんで、それで、やろう、ちゃんと。ほら、金魚すくいできるね。金魚買ってこないとダメだけどね。
そんな感じです、私は。今日は皆さん暑いので、本当に熱中症には気をつけて過ごしてください。テントどうなったのって。そう、ポップアップテントっていうテントも買ったんですよ。すぐにしまえて、すぐに開けるテント。テントの方は、暑いので、もう、やめました。ベランダに置くのは。あと、邪魔だし、目立つし。この時期にテントで配信してたら、本当に、テントの中でやったらもう、熱中症になっちゃうので。やめました。さあ、ちなみにおいくらって。これですか？安いですよ。1000円未満とかですよ。いつかね。ちょっとコロナが落ち着いたら、テント広げて、で、これに、プールに、氷いっぱい入れて、水入れて、ビール冷やしながら、メンバーと、メンバーとって言ったけど、今、私、メンバーいないんだった。誰か、事務所の子たちと、バーベキュー配信できたらなとは思ってます。さあ、というわけで、そんな感じです。本当に暑いので気をつけてください、皆さんも。さあ、それではそろそろもう準備しようかな。皆様のお仕事頑張ってください。まあ、在宅ワークの方も、たくさん食べて、たくさん寝てください。ドロンします。さあ、ギフト、ソピラさん、ありがとうございます。ミニプール、そうめん流しませんか？こうやって手動でさ、回さないといけないからね。波作らないと。大変、大変。さあ、それでは、さようならします。ありがとうございました。さようなら。素敵な金曜日を。切ります。